はい。では、リスニングです。私が英語で言います。それあの日本語を即言ってください。例えば、サンキューって言ったら、ありがとうっていうふうに言ってね。で、その意味を私が、ありがとうっていうふうに言うから、合ってたかどうかチェックしてくださいね。ちょっと難しいかもしれませんが、頑張って、派手壺で言うから言ってみて。ちゃんと声に出して言ってね。頭の中で、あ、ありがとうって言ってるなと思っただけじゃダメね。ありがとうってちゃんと声に出して言ってね。じゃあ、いきます。Best way. はい、一番いい方法。じゃあ次ね。expensive。高い。お金が高いってことね。じゃあ、check the station's website。駅の、えー、とウェブページ、駅のホームページをチェックする。はい。じゃあ次が、そうですね。 ベイビューストア。<laughs> 何でしょう、これ。これね、答えは、ベイビューストアです。<laughs> ベイビュー、えー、ショップみたいな感じの意味で、その名前です。はい。ベイってワンとか、その港みたいな感じで、ビューは、えー、まあ、眺めっていう感じだね。だから、港が眺められる、ワンが眺められる、 えー、お店みたいな。そんな感じ、えー、でも名前だからね。ベイビューストアっていうふうに言わしてくい。例えばディズニーランドがディズニーランド以外に言い方がないのと同じです。でそういうことよくあるからね。気をつけてね。<laughs> じゃあ次行きますね。Big enough. 十分大きい。はい。Is this seat taken? この席もう埋まっちゃってますつまりこの席空いてますか って意味、ね、はい。次ね。I'm going there.、えー、私、そこに行くつもりです。What is one thing we learn about the man? その男の人について分かることは何ですかあのその前になんかいろんな話があって、この男の人について次の4つのうちのどれが分かりま,かかりましたかって意味ね。はい。 ね、うん。I just prepare by studying. 私は勉強するだけで準備しています。だからまあ実際にえ何かあの訓練したりして勉強だけしてたってことだろうね。じゃあもう一ついきますね。えー、っと、How about sending the, How about sending the present? そのプレゼントを送ったらどうなんかメールかなんかで、メールじゃなくて、郵便かなんかでね。はい。My blue jeans. 私のジーパン。はい。もう一つ行きましょう。えー、っと。But I don't know, dad. でもわかんないんだよ、パパ。もう一つ似たようなのに行くからね。But I don't know how, dad. でもやり方がわからないんだよパパですね。はい。m e <Come> on おいおい <laughs> それからこんな風だってはどうかな Come on さあ、早くって意味ですね。い <laughs> ろんな意味になります、言い方によって。じゃあ次ね。I know! それはわかってるよそういう意味です。はい。Let's see if はい、これはね、それが何々かどうか確かめてみよう。そういう意味です。Let's see って感じね、えー。じゃあね。Look! 見てそれじゃ Here comes the car! ほら、車が来たよ。じゃあ次行きましょう。えー、She s in a really bad mood。彼女は えー、機嫌が非常に悪い,、はい。じゃあ次ね。What advice did you give the man? あなたはその男の人にどんな助言を与えましたか、はい、?Outside the restaurant。レストランの外で。 はい。His uncle owns a restaurant. 彼のおじさんはレストランを経営しています。はい、じゃあ次に行きます。ちょっと長くしましょうか。I've also been a cook. ちょっと見くなっちゃった。<laughs> えっと、私も。 えー、料,理料理長だったんですよみたいなそんな感じですか料理長っていうか、まあ、コックだったんですよっていう感じ。料理人だったんですよ。ちょっとじゃあもう少し長いやつねちょっとね見つけます。あこれ行きましょうはい。えー、と、Are you going to eat lunch in the school cafeteria? あなたは学校の食堂で、えー、お昼ご飯食べるつもりなの じゃあ次、ね、えー、っと、あ、これいいね。I'd like to get my boyfriend some flowers.、えー、私のボーイフレンドに花をあげようと思っているのよ。そんな感じかな。はい。じゃあね、これ最後にしましょうか。She has been really. あごめんごめん。ちょっと間違った。いくら入るのかな She has been trying really、hard. 彼女は本当に一生懸命頑張ってるんだっていう感じですかね。